ダイバーシティって聞いたことありますか？意味が分からない。ないよね。あるよね。ダイバーシティ。ダイバーする人じゃない。さまざまなとかいろいろなっていう意味なんですけど、いろいろなダンスをいろんな人たちと一緒に楽しんでいただければなと思っています。2019年9月、東京都の港区国立市日の出町の3地域で放課後ダイバーシティダンス ADD がスタートしました。では早速ワークショップを始めたいと思います。振り付け家ダンサーのジャデオオサムさんです。はい、こんにちは皆さん。お母様こちらかな。こんにちは、はじめまして。このジャレオっていう人に出会ったことある人？は？ないでしょ。今。ここ国立市で派遣舞踊家を務めるのはダンサー振付家のジャレオオサムさんです。ジャレオさんは2008年に文化庁の在外研修員としてドイツに滞在した後、障害者や高齢者とのダンス、東日本大震災被災者との関わりなど、ダンスを通じてさまざまな人や地域との対話を続けてきました。踊れる人だけの踊りだけじゃなくて、できるだけみんなが参加できる踊りを、一緒にやりたいと思います。3分かけて。ちょっと意味がちょっとよくわかんないです。踊りってコピーすることが全てじゃないし、上手くなることが全てじゃないし、コピーするだけでなく、子どもたちが自由な発想で踊りと出会うために、発案者の武藤さんが考えたのは、あえてジャンルの垣根を壊すということでした。世の中の人はめちゃめちゃダンスしてますよと。ストリートダンスとかフラとか盆踊りとか、ただやっぱみんな自分のやってる踊りに興味があるだけだから、なんかすごくまっしぐらな一本道に見えるんだけど、意外とそうでもなくて、隣を見るといろんなことやってる人がいるよっていう、そういうなんかサジェスチョン。どん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 違う踊りを体の中に通していくことによって、ぐちゃぐちゃになっちゃったら面白いんじゃないかなと思ってて、習ってコピーをすることがダンスなんじゃなくて、なんかいろんなアイデアを持ち込んでみたり、ちょっと違っちゃうけどこれの方がこれも面白いんじゃないかと思ってみたり、そういうなんか想像力をもっとみんなフリーにしていけるような、そういうシチュエーションができたらクリエイティブなことだと思うし、とにかくありとあらゆるダンスを子どもたちに体験してもらいたい。放課後ダイバーシティダンスはこうして産声を上げました。今日のダイバーシティ、今日は、なんとラクロスのスコットランド代表になった人です。毎回変わるゲストの講師は、リサーチャーが国立市で探し出したダンスに関わる地域の先輩です。頭の後ろじゃない。何でしょ、騙しだね。こっちから投げるよって言って。最初本当になんていうのかな、簡単なことじゃないだろうなと思ったというか、一応子どもたちの企画ではあるけども、ある意味大人も含めた企画だろうなと思ったし、関わってくださる方たちにとっても面白いなとか、チャレンジングなことだなっていうような形で芸商法に集まってくることで、新しいネットワーク作りっていうものがうまくいくかどうかっていうことが、この今回の国立においては成功の鍵だろうなというふうには思ってました。ダンス教室もすごく多いなっていうのは感じたんですよね。ダンスにもなりうるもの、ラクロスの一橋大学の先生に出会ったりとか、山伏の
方がいたりとか、盆踊りとか地域の踊りを愛して伝えようとされている方もいるし、暮らしてても出会わない人と子どもたちが一応そのダンスという枠組みを介して出会うっていうことが面白いと思っていたので、どんなことが起こるんだろうとか。面白そう。ボールが落ちないように持ち続ける。何それ、ダンスみたいじゃないですか。港区国立日の出でやっぱり地域自体のこう住環境が違うっていうこともあるし、あとやっぱそこにどういうダンスがあるのかっていうこともやっぱ多様 で国立はすごく面白かったのは、結構先生とか学校絡みの方に来ていただくことが多くて。今度しゃべれますか？しゃべれます。ALT ですか、で来ていらっしゃったトリニダード・トバゴの方にも踊りとか知ってるでしょうって、知っていますよねって感じでお願いして、その人もだからやっぱり自分はそんななんか教えるようなことはないですよとかっていう感じだったんですけど、地元の郷土の踊りとかはみんななんかあるじゃないですか、そういうのもいいからいいから教えてよとみたいなこと言えば教えてもらえるし、で来てもらうとやっぱみんな本気になるんで OK? Yes OK Yes Mori OK, great. And this is my friend Zia. Zia. Or you can say Gia. Gia. Hello. Hello. All right, soWe are from Trinidad and Tobago. It's a lovely dance that many different people do all over the country. すごいかわいい。Up, down, up, down, up. 子供たちは毎回さまざまな文化やダンスを浴びていきます。それはだから結局その地域の周りに住んでる大人たちのダイバーシティなので、それが子どもの中にすごく凝縮されてくるっていうか、しかもそれその子どもを通してまたそれが放散されてくると、大人たちが今まで出会わなかった人と出会ったり、今まで行ったことなかったところに行ってみたりするようになって、ダイバーシティをなんか加速していくっていうか、地域を活性化させていくっていうこととやっぱりつながってくると思うんですよね。それが将来的にはコンテンポラリーなんじゃないかっていう、すごいなんか遠回りなんですけど。難しかったけど、なんか面白かった。頑張った。頑張った。スカートみたいなの着て、やるのが楽しかった。他の国のダンスが初めて。風呂敷を使って踊るやつが一番面白い。At first was like, okay, maybe they won't be too interested in another country that they're not familiar with and whatnot, you know. So, but as they started to dance, I was really surprised by the enthusiasm, you know, to learn about the dance and our culture. Yeah. Dance, I think, is one of the most fun ways to get people to learn about different cultures. So now maybe it may be a memory that they have in their adulthood and they wonder why they're remembering this song, Veni Danzi Belle. Yeah.
予定されているワークショップは全部で10回。その後は発表会に向けて子どもたちが自分自身で踊りを作るクリエーションにチャレンジします。ADD 国立のみんな、こんにちは。コロナウイルスの関係で急遽中止になりましたけど、2020年2月新型コロナウイルスの影響で放課後ダイバーシティダンスはクリエーションに入る前に中断となってしまいました。そこから1年以上が経過した2021年5月内容を一部変更し、オンラインという形でなんとか再開までこぎつけました。今日だから3組というかですよね。なので初めてのオンラインワークショップという形にスタッフにも緊張が走ります。人が映ってますかね。はい、聞こえる、聞こえる、聞こえる。分かんない、まだ分かんない。なんか2丁映ってるよ。あ、チョコだ。大人たちの不安をよそに自由な子どもたち、空気が一気に和みます。じゃあ佐藤先生ちょっと自己紹介を。元は六小のダンスクラブだった六小っていうところ、もしかしたらね、市内のお祭りとかでどっかで見たことあるかもしれませんが、そこの先生やってます。大丈夫な人は丸してもらっていい。先行っても平気だよの人、先行っても平気。おオッケー、じゃあ先進みたいと思います。肘ごとこうやって動かすよ。そう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 、4回目。楽しい、お楽しい、ありがとうありがとう。ワークショップの後半はマンツーマンで子どもたちがクリエーションにチャレンジしました。今日のテーマは踊れる喜び。踊れる喜び、踊りじゃなくてもいいです。例えば何かあるかなっていうのをちょっと一回考えてみましょう。喜ぶことって何ですか。喜ぶことって何？おふざけ。おふざけ。これ。何それ？何それ？お尻？いいじゃん。最高最高。最高だわ。ちょっとこう相撲ができた時の喜びとかあるじゃん、二人。うんうん。やったー。まずこれね、まずこれ。ギュイン。ギュイン。それぞれが作ったダンスを教え合います。これも最後。五、一、二、三、一、二、三、ラスト。一、二、三、回ります。一、二、三。おふざけの喜び。おふざけの喜び。はい。最初は何でしたっけ？最初はお尻振り振り。お尻の後は。もう一回立ってセクシーダンス。腰を、ね、次小人を探す、はい、地面のところにいる小人を探す。小人を探す。毒を掘った小人見つかった。見つかったら死んじゃう。なんか踊る喜びからどんな外れてるのがいいね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。無事にできた。よかったよかった。やっぱり子供たち自由がすごく苦手な子の方が多いんですよね。ダンス習い始めちゃうと。なので今日とか本当にこう乗ってくれて、でまたお家の人たちも巻き込めたっていうのがね、私としては良かったなっていう。ワークショップは残すところあと2回となりました。
これでどこにつけましょう。これですね。左右ですね。右の。右の右のところですね。かわいい。すごい。マーカーカーヘラみんなアロハって言葉聞いたことある？これだけ知ってる。あ、これだけ知ってる。自分が優しくしてもらったら自分がしてもらったことをその人だけじゃなくて他の人にもしてあげるの。どんどん優しさの輪が広がっていくからそれをアロハって言います。今日の後半もマンツーマンのクリエーションタイム、テーマはいい風に考えればいいんじゃない。前を見て考えて決める。階段に座り込みながら子供と向き合うジャレオさんの姿がありました。じゃあやの何したいの？分かんない。分かんないよな。まあなんかそんな一緒にいないのにね、なんか考えてってのも無茶な話なんだけどね。やあのやるよりなんかいやいやだのこのこれでいいんじゃない？いやこのちょっとこういう揺れてパタパタ飛ぶ。はいはい、こうやってパタパタ飛ぶ。いいんじゃないってこれにしようか。いいふうに考えればいいんじゃないで、ここそうか。僕にとってはこのダンスっていうのはなんか今まで関わったことがない人とか、それはダンスの文脈としたらダンスではないよねと言われるような人たちと関わっていくというか、そういう関わっていくためにどういうふうに体を工夫していくかということに、もしかすると僕自身は何て言うかな、自分のダンスっていうものの意義を見出してるのかなっていうふうに。地域の先輩、今日はどうだ。発表会前最後のワークショップです。対面での開催が実現しました。まあ、なんとなくの気持ちでやってもいいですね。あまりこうこの人の気持ちをすごく大事にしてね、久保田さんの振り付けのない動きにも子供が戸惑っている様子はありませんでした。会場全体が一つになり、不思議な体の時間が続きました。すべてのワークショップが終了し、国立市の放課後ダイバーシティダンスは無事に発表会を迎えることができました。なんかみんなで創作ダンスやってるのを、なんか他の人が作ったのをやるのが楽しかったです。あ、きっとみんな家でもおさらいしてくれてたんだろうなと思って、すごい嬉しかったです。めっちゃ疲れたけど楽しかった。私自身がこう10年以上それ一筋でそれ以外の習い事をせずに来たので、なんかあ、こうやって教えるんだとか。阿波踊りは年配者とかそういう方が多いので、とても貴重な体験でした。緊張しました。本当？うん、私一番上だったからこの女はね、自分がビブリしてたらね、なんかねダメだったなと思って。音楽の雰囲気にダンスが全部こう包んじゃうでしょ。でそのあんまり包んじゃうともったいないなっていう、こう細かいことがいっぱい、子供の動きがあるし
イバシーダンスということ、まあ、そういう言葉が多分このプロジェクトで造語ではないですけど出てきたと思うので、まあ、いろんな人とこう関わり合いながら探っていく。なんかね、うん、難しかったけど、うん、楽しかった。年齢の垣根とか、まあ、例えば性別の垣根とかジャンルの垣根とかないところでみんなで新しいものにチャレンジしていくっていう、そういう機会が自分が住んでるところでできるっていうのは新たなコミュニケーションだなって思います。ここからは久保田さんとみんなの即興ダンスです。何があるか分かりません。になったダンスを、そして久保田さんが2メートル以内に近づいたら逃げる。逃げていく。ちょっと変わってるんじゃないかと、私は変わってないとも変わってるみたいな感じだから、皆さんがこうやってるのにいきなりどういう感じで出てこようかって、あまり変わりすぎてもなんかね、だけどジャニオさんは結構好きなんだよこういう感じが。だから救われた。まずは本当にスタート地点に立てたかなと思いますね。今回こうやってしつらえたものを地域で住む人たちが自分たちの文化にしていく、いってほしいなというか、理想的な社会なんてある意味ないんだけども、このダンスを入り口にすると何かこう認め合えたりとか見守れたり一緒にセッションし合えたり助け合えたり、それが僕の何か一つの何だろうな、チャレンジというか、もうささやかな試みなんだと思います。じゃあ、コウタさん今日この辺にしようか。ね。